ストレートで、張本が勝利はしました。ただまあスコア上は接戦とも言えますかね、はい、そうですね、本当は1本2本の差なので、またカルテナの選手はこの、まあ、日本に来て、まあ、まだこうコンディション調整かって言ったところも倉島監督は、はい、話してましたね、はい。カルデラノはブラジルの選手です、はい。まあ、今日が3試合目、これまでシングルスは連敗をしています、はい。開幕週 TT 埼玉の間に敗れました1対3で、先週は張本に0対3、まあ、今日は T リーグ初勝利なるかという一戦です。まあ、世界ランキングが5位、キャリアハイは3位です。今年の2月にマークをしました。で、張本が世界ランキング現在4位、キャリアハイは3位。まあ、この T リーグでこのハイレベルな戦いが2週連続で見られる、これ嬉しいですね。ハイレベルな試合になると思いますし、まあ、どんなラリーが見られるかと思うと楽しみですよね。そうですね、はい。ブラジルの国旗を持ってきてくださっているファンの方がいますね。嬉しいですね。カルデラノは2016年のリオオリンピックにも、ね、出場していました、はい。この第2マッチ審判出身が高原千佳子さん、そして副審が増田紀子さんです。やはりこの T リーグルールであったりですね、この日本の生活といったところもまた慣れてきたということみたいですけれども、やはり、まあ、ブラジルと日本は、まあ、気候とかも全然違いますし ね、はい、慣れるのに少しこう時間はかかるかなと思いますが、ただ本当こうカルデラノ選手のこう身体能力の高さといったところですね、皆さんこう見てほしいなと思います。はい。そして張本、まあ、張本は非常に状態が良さそうですよね、はい。こうまあ、バックはもともとトップクラスの技術がありましたし、そのフォアドライブもですね、本当こうフルスイングのフォアドライブを今してますので、非常にこう状態が良さそうだなと思います。今シーズン T リーグではシングルスは4試合で3勝1敗、ダブルスは、まあ、今日も含めて3戦2勝1敗です。まあ、シングルスでは開幕週岡山の森薗にストレート、そしてビッグニマッチは2番に敗れました。で、先週は土曜日はカルデラノにストレート、そして日曜日は岡山の2番にストレート勝ちという今シーズンのシングルスです。カルデラノ選手 のハイトスサービスですね、が非常にこう特徴なんですけれども、どこまで上げるのかなというところですね。さあ、その注目のサーブから始まっていきます。ルーキュアスティーダーファーストゲーム、ウーゴカルデラノトゥーサーブラボール。まず最初のポイントは張本です。取り返したカルデラノ、改めてこの両者の対戦の勝敗のポイントいかがでしょう。はい、張本選手の速いバックドライブに対してコース取りですよね、カルデラノ選手のコース取りをどうするかといったところがポイントになってくると思います。やはりバック対バックの技術ですと、張本選手の方が台に比較的台に近い状態で今のように、はい、バックハンドを振りますので、そうなるとカルデラノ選手苦しい状況になるんですね。まあ、コース取りといったところが注目していきたいところです。まあ、甘いコースに入ってしまうと今のようになってしまうんですね、はいはい。はバックハンドがネットです。比較的こうカルデラノ選手のプレー位置が台から少し下がってプレーをしますので、はい、そのボールに対して張本選手はしっかりとこうスイングすることができるので、プレー位置をどうするかといったところですね。スリーオールです。まあ、合計ポイントが6の倍数になるとタオルを使うことができます。この間というのも選手は有効に使っていくわけですね。はい、サーブは張本。クロスの打ち合いポイントは張本。張本選手も負けないですよね、フォア対フォアで。フ
こういったところがしっかりとこう強化してきている部分かなと思います。今度はバックハンドの打ち合いでした。先週の試合よりカルデラの選手やはりこう早めに仕掛けてますね、張本選手のフォアサイドであったりですね、コースを打ち分けてます。フォアハンドストレートですね、こういった形ですね、いいコースに打っていきました。トス、いや本当に高いですね、トスアップ、はい、1本目はこうちょっとこうやや高めのトスだったんですけれども、今もハイトスサービスになりました、ね、バックハンドミドルに打っていきました。1点逆転しています。こういって形ですね、張本選手をこう入れる形になるとカルデラの選手がこう両ハンドで振る切れることができるので、はい、いかにこうタイミングを外すかといったところがポイントになってくると思います。シックスボールです。お互い点を取り合って、さあこの注目の第1ゲームどっちが取っていくんでしょうか。オーバーです。はい、トスサービス回転がかかってるんですけれども、思い切ってチキータしましたね。そのぐらいも調子がやはりいいんですね。今はそこまで高いサーブではありませんでした、はい、そうですね、はい、やや高めに少しタイミングをこう狂わせたんですよね。あ、なるほど。ここでチキータ気味のこうバックで横回転を入れたドライブでしたね。ナイスコースです。早いですね。間に合ってないですから ね、 そうですね、そのぐらい早いと思います。連続ポイントです。ボールが走ってますね、張本選手のバックドライブ。ここのバックハンドレシーブ、ゲームポイントです。サービスがバック側にこう集まってるかなと思いますね、このチキータからの展開だと苦しくなりますね。あ、今縦回転変えましたね。さあ粘っていけるかカルデラの、まあ、先週は第1ゲームは11対8でした。今日も競った展開で第1ゲーム終盤。オーバーです。第1ゲーム張本選手です。11対8です。このハイビー第1ゲームいかがでしたか。はい、カルデラ選手も先週よりはしっかりこうコース取りですね、まあ、フォアサイドをうまく使ったりしていたんですけれども、最後バック側ですねの張本選手のチキータとバックドライブに対してこう押される形になったので、コース取りといったところがですね、どうでしょう、
バックで勝負したいのか、第1ゲームの張本選手のバックが非常にいいボールなので、ここでチャンスが厳しいかなと思うんですよ、ね、もうちょっとフォア側のボールも、はい、フォア側も入れながら、はい、この台との距離をこう狂わすということも大事だと思うんですよね、はい、張本選手も比較的こう前でプレーをしていますので、少し距離をこうずらす、タイミングをずらすといったところでこうミスを誘うようなチャンスが生まれてきますので、4月からですね、コーチですね、はい、こうしいろいろな部分でこう張本選手がすごい状態が良くなったのはありますね、トンコーチ。さあまずは張本が選手をしました。世界選手権、世界卓球の日本代表でもあります。今月の30日に開幕をします。さあ第2ゲーム、ハンドを突きました。今チキータをミドルにしたんですよね、はい、ミドルにしたんですけれども、張本選手はもう分かってますよね、しっかりミドル処理。ポイントレンジで声を出します。高いトス、今もさすがのバックハンドレシーブです、はい、3球目いいボールなんですけど、張本選手1本では決まらないんですよね、この後、まあ、フォアに狙ったんですけれども、張本選手相手だとこう連続攻撃が必要になってきますよね。これはオーバーです。3-1 でサーブ、張本。ベテラン選手のレシーブもこう台と同じぐらいこう低くしてレシーブ構えてさ、そこから非常に特徴的なレシーブの構えですね。あれ低いと見やすいんですか、はい、どうなんですかね。まずこう低くしてからこうフッとこう上がるんですよね、まあ、ちょっとこうルーティーンみたいな感じかもしれませんね。ドイツのオフチャロ選手のこうサービスを引くっていう形があるので、はい、まあ、180センチ以上ですよね。そうですね、182センチですね。スリーオールです。ネット際、ネットにかかってポイントは張本です。カルデラーノ選手のサービスからのこの攻撃がまだうまくいってないんですよね、張本選手の方がレシーブがうまくいってるので、ここをなんとかこう自分のサービスから、今も連続ですよね。このバックハンドレシーブ回転量もあると思うんですが、はい、回転量があっても張本選手のチキータが非常に精度が高いので、あのボールも速い。一本でもこう入れてしまうと逆に張本選手に打たれて してますね。このチキータからの4球目攻撃もですね、うまくいかないですね、苦しいですね。4点差になっています。高いトス、ミドルにリターンが来ました、レシーブが来ました。サービスからの展開がうまくいかないですよね、苦しいですね、非常に回転量が多いんですけれども、もう関係なく今縦回転、サービスの種類を変えました。逆
でまた少しファウルの間が来ます。4点差。このシングルスは5ゲームマッチです。3ゲーム先取。ただまあカルデラノとしても2ゲームダウンにはしたくないですよね。はい、もちろんそうですね。これはちょっとうまくいきませんでした、張本。今はブロックの形だったんですけど、はい、少しこうボールが飛ばなかったり浅いボールでしたよね。それでもこう点数を取ることができるので、卓球はこう点を取るスポーツなので、まあ、相手のミスの1本だし自分で攻撃も1本といったところですね。まあ、今は張本がうまく、はい、まあ、前後を使ったという感じですかね。はい、まあ、しっかりとこう流れを切るような1本ですよね。はい、流れは渡さないといった1本になりました。お、入りました、ね、非常にスピーディーなラリーでした。そしてゲームポイント。第2ゲームも張本です。第2ゲームは11対5。まあ、このゲームは少し差がつきました。はい、3オールまでは良かったですよね。ここで一気に逆転したかったですけれども、張本選手がもうそうさせなかったです。5連続でもう一気にこう離した形になりましたね。カルデラノ選手からすると、自分のサービスの時に思ったようなこう3球目攻撃ができていないので、そこがこう自分もどうすればいいんだ、もう迷った形でちょっとこうゲームがいってるような感じはするかなと思うんですよね。途中その縦回転を入れた時はポイント取ってましたよね。はい、そうですね、縦回転の方がチキータをこう封じやすいので、ただか最後のように切る続きですよね。その時に自分からしっかりとこう回転をかけなくてはいけない時に、距離感であったりタイミングが焦ってしまうと最後までミスになってしまうので、はい、まあ、その苦しい縦回転ではなく、自分でよし縦回転から攻めようといった形ではないと、ちょっとこう気持ち的にも乗っていかないのかなと思います。なるほど。今日は木下マイスター東京ホームゲームです。ホームのファンも勝利を願っています。さあ、ここが満開になったカルデラノ。ここまではもう張本選手完璧に近いぐらいの、はい、内容ですので、まあ、まずはカルデラノ選手のサービス、自分のサービスの時に何かこう波に乗るような攻撃をしていきたいですよね。まあ、そのためにはちょっとバック側に集まっているかなと思うので、少しこうフォア側を使ってチキータをさせるのであれば、チキータさせてからの展開もいいかなと思うんですね。さあ、第3ゲーム。あ、長いサービス、長いサービス出したんですけどね、3球目ミスしてしまうともったいないですよね。まあ、少しこう変化というか工夫をしてきたんですね。はい、ストレートはオーバーです。やはりこうフォア側をまた集めようという、攻めようという意図が感じられますね。ミドルとフォアですね。第3ゲームはね、やはりこう何かしようというふうにはしているようですね。もう後がないですからね。バックは速いですね。カルデラノ選手のボールも速いので、はい、そのボールが倍になって返ってくるので、逆にこう時間がないような形になってますね。高いトス。あ、フォア前来ましたね。まあ、両手打ちしたんですね。このドライブの後、あ、これですね、はい、テニスのような、テニスのような両手バックハンド、はい、ね、あ、食らいついていきました張本。いい
ですね、状態が張本選手少しゆっくりなボールだったんですね。このボールをしっかりタイミング取って飛びつきましたからね。そしていいコースに決まっていきました、はい、4-2 です。のこのフォアハンドタイムアウトですね。ここでカルデラのタイムアウトです、はい、第2ゲームまではチキータレシーブだったんですね、はい、それがもうこう点数取れないのでストップレシーブに変えたんですけれども、まあ、今の1点取られて苦しいですね。ただ何か変えようという、ね、姿勢が出てますけれども、はいはい ね、それがうまくいってないわけですかね、はい。カルデラン選手のフォアドライブで点数を取るといったところがですね、はい、本当に少ないですね、まあ、こういった作ってうちはですね、そうですね、はい、応援しています。8番のこのカルデラの応援しています。去年は世界選手権のヒューストン大会シングルベスト8、今年も WTT の大会でシングルしてベスト8に入っています。まずはこの T リーグで初勝利が欲しいシーズンの序盤戦、ね、はい、やっぱりこう初勝つことによって自信にもなりますので、はい、こういくら選手はこういい試合をしてても負けてしまうとやっぱりこうメンタル的にも落ち込んでしまいますので、まずは何といってもカルデラ選手も初勝利ですよね。そうですね、はい、5-2 です。チキータ変えたんですけどね、バックは硬いですね、もう鉄壁ですね。全く隙がない張本、はい、オーバーです。タイムアウトを使ったんですが、はい、流れを切ることができていません。まあ、積極的に攻めているんですけれども、最後こうミスをしている状況なんですよね、フォアハンド続けましたがオーバー。まあ、こういったこう微調整ですね、連続攻撃、これで流れを切っていけるか。連続ポイントです。持ち切ったしかないと、もう消し意を消して思い切っていきましたね、まだ4点差です。あと自分のこのサービス2本ありますので、はい、もう連続で取れればまだまだチャンスありますけどね。今張本のチキータに反応してましたけどもね、はい、台から下がった状態ですよね、下げられた状態なので、今も両面打ちしま、あれですね、両手で打ちましたね。オーバーです。さあ一気にマッチポイントです。張本完全にコートが空いてましたもう狙ってきましたね、張本選手、あ、ネットインですね。入りましたね。入ってますね。
い上げようというカルデラの、はい、ここでタイムアウトですね、はい、張本がタイムアウトを使います、はい、3連続で取られましたね、まあ、カルデラの選手もマッチポイントも取られているので、はい、もう打つしかないところを今点数取ったのでそこで張本選手のタイムアウトになりました、ね、打つしかないところでよく入ってますよね、はい、入ってます、まあ、そこはもう世界トップ選手なんですよね。まあ、こういったですね、もうしっかりと攻撃を第1ゲームからすればですね、分からなかったかもしれませんけど、張本としてももう全く慌てる状況ではないんですよね、はい、ではないんですけれども、まずまあタイムアウトが残っているので、まあ、ここでタイムアウトを取ろうといった形ですね、はい、今シーズン木下マイスター東京から加入をしました張本、チームの好調、あそこに大いに貢献をしています。さあ場内また手拍子が大きくなってきました。張本依然としてマッチポイント、セブンテン、これで4連続ポイントです。2点差に追い上げてきました。張本選手からすると嫌ですね、今までそこまでのフルスイングなかったんですけれども、もう思い切って今ドライブが取られてますからね。サーブは張本、ここで決めました。張本ストレート、今週もストレート勝ち、まあ、これで琉球取り返してマッチカウントは1対1となっています。最後のカルデラス選手のバックハンドの鋭いボールですよね、このボールが第1ゲームからこう次の試合はこう出せればですね、こう乗っていくかなと思いますね。張本選手の状態の良さがまた感じられた試合だったかなと思います。そうですね、はい、まあ、ほとんど隙もなく安定していました、はい、バックが非常にいいですよね、あと非常に気持ちも入ってますね、はい、そうですね、でこう自分が、まあ、今日の試合に関してはもう第一マッチを落としているので、はい、まあ、自分も落とせないといったところでも気持ちが入ってましたね。まあ、そして最後第3ゲームの終盤で粘りを見せたカルデラの、まあ、次週以降期待ですね、はい、次週といいますか次戦以降 ね、はい、これでマッチカウントは1対1となっています。まあ、今シーズン初勝利を目指す木下マイスター東京、そして3連勝を目指す琉球アスティーダ、ここまでの前半戦いかがでしょうか。はい、木下マイスター東京は第1マッチを取ったのが大きいですよね、はい、張本選手が第1マッチ第2マッチ出ることでこのやはり0対2になるよりかは1対1にしたといったところがこの第3マッチ以降ですねにつながったかなと思いますね。リーキャスティーダは張本選手さすがですね、はい、第1マッチ取られたんですけれども自分で取り返したといった1対1になりましたね。あとさっきのマッチで、はい、あのカルデラの選手がたまに両手バックハンド使ったじゃないですか、はい、あれは両手にすることでこう何かメリットはあるんですか。そうですね、いやもう感覚がある選手なので、まあ、練習の時から、まあ、ヨーロッパ選手もなんですけれども、遊びでいろいろなことをするんですよね、はい、今のようにこう両手で打ったりとかカットをしたりとか、はい、でもういろいろなことをするのでまあ、それが本当こう試合に出てたなっていう感じですよね。まあ、確かに今日も試合前の練習でね、はい、いろんな遊びをしていた印象はありましたね。本当にこのボールのねラケットの扱いがうまいなというふうに感じましたね。はい、